田康平さんの今日は出陣式、そしてまたこの町の駅で第一声ということで、私も飛倉さんの当選のために応援に参りました。なぜ来たのか、これは今西川前大臣がおっしゃいましたように、私も知事選挙のたびに飛倉さんには大変お世話になって今日を迎えております。その万分の一でもご恩返しがしたいと、そういう思いでございます。でさて、鹿沼の資源は何だという話を今西川前大臣がしてくれました。まあ、インターを使ってのまちづくりとお話がありましたし、また出陣式などではあっちの方に見える山、そしてまたおいしいお米や野菜ができる田んぼや畑、ハウス、いちごをはじめとするハウス、これがやはり鹿沼の有力な資源だと思います。そうだ、今から鹿沼が横浜市になったって言ったところ無理だからね。そうだ、横浜市なんか目指す必要はない。鹿沼は鹿沼らしくやればいいと思います。そこで今地方創生ということが取り沙汰されているわけですけれども、これは県内においても優劣がつきます。都道府県間では当然でございます。その中で生き残っていく、そのためにどうするかということを我々は考えていかなければなりません。その生き残りをかけてやるためにはリーダーシップが大切です。その通りです。そのためには一人一人の市民の力を最大限発揮することができる環境を作ることが、これまた重要でございます。そういうことがかなって、地域の資源を最大限に生かして初めて地方創生はなります。ついては富倉康平さんは市役所の職員で活躍をしました。そしてまた辞めて地方創生を自ら先取りをして、板川沢の人たちに自分が作った工場で働いてもらいたいと、そういうことで事業課に職員を辞めてなりました。雇用の場も確保しました。経営者としての苦しみも始まったと思います。そしてそれを市民の皆さんが認めて、市会議員として押し上げられて、議長としても市政全般を見てまいりました。そういう点では市民の皆様方の力を最大限引き出すというこの能力につきまして、私は太鼓判を押します。これから限られた期間、さらに富倉康平の輪を広げていただきまして、そしてこの鹿沼が全国の中でもさらに光る市へと発展するよう、そのリーダー役を富倉康平さんに私からもお願いを申し上げて推薦の言葉にいたします。ありがとうございました。さあ、続きまして参議院議員高橋克典先生、お願いいたします。おはようございます。おはようございます。私の栃木県全体の後援会長は福田知事です。鹿沼市の後援会長は富倉康平さんです。知事からも西川前大臣からもお話がありました。地方創生の最初の肝は何か、人口減少を止めること、あわよくば人口を増やすこと。人口を増やすために何が必要なんだ。福祉も教育も医療も大事です。本当にそれらも大事ですが、まず第一歩は何だ。いろはの意は何だ。働く場所を作ることなんです。働く場所がなければ人は来ないんです。人は定着してくれないんです。出て行ってしまうんです。じゃあ鹿沼は鹿沼独自のどういう方法があるのか。いっぱい方法あるんだけども、一つだけ事例言います。山々見えます。木がいっぱい生えています。日本はこの50年間木材の輸入自由化がありました。昭和30年代に
素材革命がありました。器がみんな木からプラスチックに変わっちゃった。燃料革命がありました。薪や炭じゃなくて石炭から石油になりました。山に求めるものが少なくなりました。なくなりました。だから山がお金にならなくなりました。山は廃れました。働く人がいなくなりました。人がいなくなりました。子供たちの声はこだましなくなりました。これが50年間ずっと続いてきた。じゃあこのままで終わりか。とんでもない。実は一つだけ事例を言うと、 CLT 直行修正板という技術がヨーロッパで開発をされたんです。今ヨーロッパでは9階建ての建物がこの木造の直行修正板でバンバン建ってます。役所も建ってます。ホテルも建ってます。集合住宅も建ってます。個人の住宅もこの CLT 直行修正板で建ってるんです。やっと日本でも国を挙げてこの直行修正板 CLT を日本全国の隅々まで行けらせようという動きが、西川先生を筆頭に農林水産省が先頭に立って始まりました。経済産業省も後からついてきてます。この直行修正板というのは、実はコンクリートの重さが5分の1なんです。強度がコンクリートと一緒なんです。そしてコンクリートと同じように燃えないんです。これは2年間の実証試験を経た結果なんです。そして建物を建てる工期が普通の鉄筋コンクリートの3分の2で済むんです。これから日本の建物は、まあもちろん40階建てとか50階建ては別だけども、中層建築物はこのCLT で建てることができる時代がもう目の前に来ている。できるんです。その通り。そしてこの CLT、 これはエーザイを使う必要ありません。エーザイといういい部分は梁や柱にすればいい。 B 材を CLT で利用する、修正板で利用する、修正材で利用する。 CD 材というあまり建材として使えない部分は、例えばバイオマス発電に使っていく。一本の木が全部十分に利用できるんです。この CLT の工場、集成材の工場、そしてそこにバイオマス発電の工場がつく。もちろんこれらの材料を確保するために山々には路網整備をきちっと行っていく。材を搬出するための路網整備を行っていく。高性能林業機械も入れていく。そしてこれらの製品を使ってカヌマインターから日本全国に行き渡らせる。そしてこれも研究結果が出ているんだけれども、今私が申し上げたのは木材クラスターというんです。この木材クラスター一つで170億円の経済効果が生まれて700人の雇用が創出できるんですよ。実は栃木県知事はこの CLT 直行修正板と知事の連合に加盟してくださるということがもう決まっています。栃木県はもうその研究を始めてくださっているんです。ところが栃木県の中で一番この木材クラスターの可能性の高い鹿沼市がまだ手を挙げてくれていないんです。もったいない。私は大変残念に思います。だからこそ富倉市長になっていただいて、その真っ先に手を挙げていただいて、今チャンスでしょ。農林水産の親方が西川先生なんですよ。この鹿沼をこれまで50年間非常に厳しい状況にあったこの山々林業を一つの核として、山に行ったお金はこの町場に戻ってくるんです。よし、そういうことを実質的な本当の実のある地方創生を富倉市長誕生の結果として鹿沼市民の皆さんやっていきましょう。全力を尽くして鹿沼の再生に汗を流す覚悟です。富倉康平、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとう。
とうございました。実はここに公明党の野沢県議会議員が駆けつけてくれました。一言でもよろしいでしょうか。お願いいたします。よし、お願いします。皆さんこんにちは。公明党栃木県本部幹事長をしております野沢和之でございます。富倉公平さんの推薦を公明党いたしました。人物そして今回の公約、先ほど来来賓の皆様からご紹介がございました。公明党は全力で富倉公平さんを支援し、そして鹿沼の将来を皆さんに手に取り戻すために最後まで戦ってまいりますので、どうか皆様お力添え一週間よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。さあ、それでは大変皆様お待たせいたしました。まだ富倉公平大変元気でこれまでも戦ってまいりましたが、いよいよ正念場の